こんにちは、沢です。今日はお家でめちゃくちゃ簡単に美味しいエビチリを作っていきます。材料はエビ、長ネギ、ニンニク、生姜。調味料は酒が大さじ1、ケチャップが大さじ2、豆板醤が小さじ2、水が 100ml、 塩麹が小さじ1、甘酒が大さじ1になります。はい、じゃあ早速作っていきたいと思います。エビは殻むいて50度洗いして、腹綿と背綿を取りました。で、片栗粉をもんで置いておきます。で、あとは長ネギをみじん切りしていきます。ひたすらみじん切り。みじん切りはなんかいろいろやり方があると思うんですけど、私はいつもこんな感じでみじん切りをしています。今回ネギは1本も使ってなくて半分ぐらい使いました。はい、でエビチリにちょっとふわふわの卵を入れようと思って、で卵1個分でふわふわ卵を先に作っておきました。で、卵1個に対して甘酒は小さじ1ぐらいを入れています。こんな感じでふわふわに置いておきます。はい、じゃあエビを焼いていきたいと思います。もう適当に火が通るまで焼いてください。エビは今回1パックぐらいにこんだけ入ってるやつを買いました。何本だったかな、300ちょっとぐらいで買いました。なんか安いなと思って。で、私エビがめちゃくちゃ好きでよく買うんですけど、エビカツにしたりエビマヨにしたり、もうなんかエビなんちゃらってつくものをよく作ってます。はい、じゃあエビチリソースを作っていくんですけど、今回みじん切りじゃなくて、すりおろして冷凍しておいた生姜とニンニクを使っているんですけど、もう全然刻んだやつとかでもいいし、なんなら刻んだ生姜とニンニク使うんじゃないかなと思っています。はい、で味付けなんですけど、酒が大さじ1、ケチャップが大さじ2、豆板醤が小さじ2、水が 100ml、 で塩麹が小さじ1、甘酒が大さじ1になります。で、豆板醤小さじ2しか入れてないんですけど、本当辛いの好きな人は大さじ1でもいいと思うし、で結構ちょっとピリ辛だったので、辛いのが苦手な方は豆板醤ちょっと減らしてみてもいいんじゃないかと思います。はい、でソース、エビチリソースをいい感じにこう合わせてもらって、そしたらさっき焼いたエビを入れていきます。で、この時点では全然とろみ、片栗粉とか入れてないのでとろみはついていないんですけど、まあ、ちょっと煮立たせるほどはしなくていいけど、こういい感じにちょっとだけこうクツクツフツフツさしてください。はい、で私味見を適度にしながら作るんですけど、最後に塩麹と甘酒を入れる前にこれでいいやろうと思って味見したら、なんか全然決まってなくって、って思ってたんですけど、塩麹と甘酒を最後入れた瞬間もビシッて味が決まって、すごいって思いました。で、長ネギ、最後みじん切りした長ネギを入れてもらって合わせていきます。はい、で最後水溶き片栗粉でとろみをつけてもらって完成になります。で、最初にふわふわ卵作ったんですけど、なんやかんやで時間が経ちすぎて全然ふわふわじゃなくなったので、別に入れなくてもよかったです。直前に作ったふわふわの卵を入れるのがいいと思います。で、まあなんだかんだで完成です。今日の夜ご飯はご飯とわかめの味噌汁、エビチリと小松菜と厚揚げの煮たやつと飲めるナスになります。はい、今日はめちゃくちゃ簡単にお家でエビチリを作ってみました。で、なんだかんだエビチリ作ったの初めてで、でなんかいろんなレシピを参考にさせてもらったんですけど、なんか鶏ガラ入れてたりとか、なんかいろいろうちにはない調味料を使って作ってたので、どうしようって思ったんですけど、全然エビチリの味になったので、もうすごい100点でした。100点以上でした。で、辛い、ちょっと辛いなって思ったので、次作る時は豆板醤の量をちょっと減らして作ろうかなって思いました。で、卵は固まるので直前にふわふわのやつを作るのがいいかと思います。で、結構エビマヨを作りがちなんですけど、もうエビチリもすごく美味しかったので、こ
今度からはもうあのエビチリエビマヨエビチリエビマヨみたいな感じで交互で作りたいと思います。エビレシピ募集中です。ぜひ皆さん作ってみてください。